BAI 走行車はソビート連邦の走行車である。第二次世界大戦のソ連における主力走行車となる BA-3 や BA-10 といった車両の元となった。1929年7月28日に開発が検討され、エンジニアであるデレンコア博士主導の元開発が開始された。当時の主力走行車であった BA-27 の近代化を目的に、アメリカのフォードティム県社会発の64輪の貨物車両シャーシをもとに開発が行われ、1931年11月までに試験をクリアし、虹にのぶごろどにて量産体制が出来上がった。BAI という名称であるが、I は製作が行われたイジョルスキー製作所を表すものであり、 BA シリーズの1号車というわけではない。BA-3 や BA-6 のつなぎとして開発された車両であるため、開発が行われたのは1932年から1934年の1年半という短い期間であり、生産台数も100台前後と決して多いとは言えない。これは中型の走行車両としては構造がやや複雑であるなどの原因もあるのだが、 一方で、性能的に決定的な問題があったわけではなく、生産された車両の多くはその後も長く運用され、続けた。1940年代に入ると、BAI は完全に時代遅れの車両となっていたが、1941年1月1日付で77台が残っており、第二次世界大戦が終結する1945年まで、正式車両として運用されていた。 手砲の 37mm 砲は34発の弾薬を射載し 0.8km の射程を持つ。これは戦車砲のように360度回転させることが可能。基銃は後期型になって初めてボールマウント式になっており、それまでは T-18 のような手砲と同軸式で装備されていた。装甲圧は底面が 2mm。 天頂部が4ト、mm、ルの多は、のきなみ8ト、mm、ルとなっている。また BA-27 に広く用いられたリベット接合を極力減らすよう工夫されており、砲塔を除き走行部分をほとんど電気溶接によって組み合わせたことで防御力を高めた。加えて比較的低い車高によって生存性が高められている。そのためソ連における、 走行車両例明期に開発された車両では珍しく、成功した車両の一つとして評価されているが、低い車高や人間工学を軽視した構造によって、居住性は劣悪だったとされている。最も早い実戦は、スペイン内戦であり、この時、共和陣営には、BA-6 と共に、少数の BAI がソ連から供与された。その後ソ連は、 BAI を含む装甲車の多くを極東方面に配備させているが、装甲車が戦闘の明暗を分けたノモンハン事件において、BAI が運用されたかどうかは不明である。その後実訴中立条約の締結と独組戦改戦に伴い、やはり BAI を含む装甲車の多くを西部に戻している。BAI は本格的な実戦運用が行われる頃にはすでに、 旧式車両であったことは、間違いなく、独ソ戦開戦時に、本社も多くが失われている。またこの時、ドイツ国防軍によって、BAI が少数路角されたという説もあるが、記録などは、特に残っていない。生き残った車両は、極東方面で練習に使用されたとされ、対日山戦時にも存在は確認されているが、実戦運用の記録はない。BAI を、 鉄道型に派生させる計画があったとされているが、これは実現せず、後続車両である BA-6 が BA-6ZHD として、鉄道偵察車に派生している。ありがとうございます。